おはようございます。高市早苗さんのことをね、ちょっと調べてたんやけどね、やっぱしいいわ、高市さんね。この人、ものすごい優秀じゃないですか。もともと、神戸大学やったかな、だから、経済学の学士、なんか、修士、なんやったかな、なんか持ってはって、近畿大学で、経済学の、教授助教授なんか知らんけど、そう教えてはったよね。その上なんかアメリカで議員さんの下でフェローとかいうので、法律の立法の立案の調査とかそういうのやってて、この人法律も書けるのよ。だからすっごい優秀な人じゃないですか。ほんでいろいろね、経歴見てみたらね、なんか障害者支援議員連盟の会長してはんの。あ、障害者支援してはんねや、思ってね。それもね、もっと注目していいと思う。それに比べてね、河野さん、ツイッターなんかでね、人気でフォローしててね、まあ、好きやった時もあんねんけども、やっぱり河野さん、ちょっと今、まあ、時期あるかもわからんからやめといた方がいいわね。まだ、立候補表明してはれへんけどね。何しかね、言葉のチョイスが悪いし、やってることがね、前裏目に出てブレてる。まあツイッターなんかでもね、エゴサーチして河野さんのことなんか話題にしてるツイートにひょこっと現れてね、河野ですとか現れて、まあお茶目なところはあんねんけどね、気に入らん人にはねブロックしまくってんの。だから今トレンドで河野大臣にブロックされたトレンドにね、上がってしまうぐらいブロックが有名になっちゃってね。やっぱり政治家がいくらプライベートなツイッターやからってね、ブロックするのはね、よくないわよね。そんなんやったらせめてね、ミュートにしてたらいい。ミュートやったら相手にバレへんからね。バレ。ほんで自分は見ないようにできるわけ。だその辺も分かってなくって、ブロックしまくって、挙句に公の場でね、反論してたりね、ちょっと子供やなと思ってしまうわけ。まあ普通の一般人やったらいいけどね、大臣にもなって、でいろいろブレてんのが、原発でもね、最初反対いう感じで大きく出とって、いや最近はちょっと言葉変えて原発も必要やって、まあ、そんなの最初から分かっとったけど、ね、無理やんなと思っとったけどね。それにもし総理になったとしても、お仲間がね、石破さんが応援するとか言ってるやんか、応援されたらマイナスやのにね。ほいでお仲間が小泉進次郎、まあダメダメトリオじゃないですかね。なんか小泉進次郎も何しかやることがダメダメさがね、目立ちますよね。もう無能ともバレてしまったしね。そんなと仲間作ってどないすんのと思うし、それと経済もどうも緊縮でいくつもりっぽいもんね。麻生さんにね支持されてたりして、緊縮財政このままやりそうやしね。それで韓国への対応良かったんやけども、結果河野団は否定しないしね。だから一時期はお父さんの臓器、肝臓やったっけ腎臓やったっけ、どっちか一個生体肝移植やったかな、お父さんに提供してね、なんかすごいなぁとは思ったのよ。ほんで提供する代わりに河野団は否定してくれるのかなと思ったら否定しないしね。で人カラオケで歌ってるとこ聞いたけど、めちゃめちゃ音痴、それもどうかな、センスないなぁと思ってしまったし、これでご本人のブログがね、ごまめの歯ぎしり、ご自身のことをごまめと言うてはるわけよね。ごまめって何かって言ったら、お正月でね、出てくるたつくりあるじゃないですか。
まあ、ジャコですよね、まあ、小さい、まあ、取るに足らない魚みたいなね、そんな表現で自分を見ている。ゴマメの歯ぎしうーんってちっちゃい人間が、そんなブログの表記あるかと思ったの。もうちょっとねプライド持ってね、信念持ってやってほしい。それに比べて高市早苗さんって超優秀やしね、やっぱりあのすごい鉄の意志を持ってはる、すごい精神力のね強い方やと思ってる。ほんで最近知ったのが、なんとあのモデルナの異物混入ワクチンに当たってはったんよ。ほんで高熱出てね、もうフラフラになりながら、でもそれでもあのテレビのインタビューもこなしいのね、すごい精神力のねすごい強い方ですよね。だから総理になっても女性でもね、鉄の女サッチャーが憧れてる政治家ということでね、そういうふうになりはると思う。非常に高市さんの評価かなり上がりましたよね。ほんで食品に関する何かもね研究してはってね、だから食料についてもね、今のまあ添加物だらけのね食料食品の流通をね何とかしてほしいと思ってます。ほんで障害者支援議員連盟会長ですからね、もうちょっとこう高市さんのことを調べていこうと思う。非常に期待が持てるのはやっぱり高市さんで決まりですね。ですから他の河野さん一番人気とか出てたけど、もうダメダメ、ブロックもそうやし、まあ、河野団は否定しないし、で緊縮派財政やし、まあ、麻生派、麻生さんもなんでプライマリーバランスにあそこまでこだわるかね。やっぱりこの緊急事態こそ財政出動をねしようという、サナエミクスいいじゃないですか。あれだけはっきりね、細やかな心遣いもできるけども大胆な政策ができるね高市さんに決まりやと思います。以上です。皆さんもご意見ありましたらコメントなんかよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではうちの子が洗い物してくれてます。では。